おはははようございますすここんんんにちはこんばんは情報ソムリエ少佐です今日はですねゴールデンウィークスペシャルということでこの話をしたいと思っております「少佐の商品調査兵団物欲をささげよう!へい」みたいなそういう話をおやす今日がこれで3回目になりますけれどそして今日のテーマはこちら「スマホ」。 落下防止、首掛けストラップを調査ということで、えー、今私が映っていてですね、背景の文字が読めないと思うので、一回私の,あの絵を落とします。こうです。スマホの落下防止、首掛けストラップを調査ということで、えー、調査をしてみるという話になります。えー、それでですね、これどんなものかっていうのを最初にお見せしてしまうとですね、こういう感じになります。これ えー、ここに写っているのがスマホ iPhone14、えー、こちらの iPhone14 とそして、えー、もう一つがこれストラップですねなんか紐紐なわけですよで、まあ、よくですねスマホを落として割っちゃう壊しちゃうっていうことが非常に多いんですけれども数年前何年前かな私もですね最初はスマホはですねポケットに入れたりですねあとは ベルトにです、ね、ポーチみたいなのを挿してそれでそこに入れて使ってたんですけれどもやっぱりあの時間が経てば経つほどスマホの依存度が高くなれば高くなるほどです、ね、瞬間的に出せないと何というかタイムロスというかタイパが悪いという状態になるというところで結局こういう形になったわけですね。えー、こういういいストラップを使いますとで 今日はですね、スマホの落下防止、首掛けストラップを調査ということで繰り返しになりますが、そういう話をしていきたいと。で、なんでですね、えー、胸,ケ胸ポケットに入れればそれでいいじゃないですかという話はあるわけなんですけれども、これね、きょの,の胸ポケットがここにこうある、こう入れますと。これ この状態だったら全然いいんですすけど、人はですね、生活としてるとかがむんですよ。でかがむのが、まあ、お辞儀するぐらいであればですね問題ないんですけど物を拾うとかっていう時に思わずですねこれがボトンとボトンと落ちるということがあるそれでですねこれ本当に思わず本当に落ちるでこれを防ぐためには紐でつなぐのがいいんじゃないかっていうとこなんですよ。 そうだ、紐で繋ごうみたいなですね、えー、そういうアイディアから、えー、何かいいガジェットはないかとですね、まあ、5、6年前にはもう使ってたと思うんですけど、あの探したのが今回の商品になります。で、まあその、じゃあどうやってっていうことなんですけど、そのどうやってっていうのが、アマゾンで探しましたということなんですけれども、紐をですね、 つなぐにあたってですね、これ、これ先っぽ、これ、紐ねあ、あるでしょ、これ、紐の先っぽをですね、つなぐにあたりですね、このスマホには紐を引っ掛ける場所がないんですよ、どこにもないんですよで。そこでですね、どうしてもですね、まずケースが必要になるという話なんですね、まずケース、まずケース。えー、そこでですね、これがね、100円ショップで売ってるんですよ。 こ,こちら、100円ショップのケースになるんですけれども、iPhone14、13用のですねケース、100円。で、このケースですね、こちらが現物になるんですけれども、ここにですね、小さい穴が開いてるんですよね、この,この小さい穴、わかりますかね。この穴に紐を通せばですね、いいという話なんですよ。へーっていう感じなんですけれども、 この今ケースを見てもらいました。じゃあ、ここにどう通すかというとですね、こちらのストラップがありますよね。で、この、こっちのストラップってすごい優れててですね、この、ピゅっとここのボタンを押すとすぐにですね、2つにこう分けられる、くっつくのも一発でできるという非常に便利アイテムになっておりまして、このですね、紐をここにですね、ここの穴のところに通して、これね、 こううの実際にやってみるとね、なかなか、この、難しいというか、このぶっつけ本番でやるとですね、意外に手間取るという、手間取るという、そういう問題がありますが、こう通してですね、こう通して、こうと。こうやるとこで、ケースとストラップの一部がつく、つながりましたと。で、これ、商品名がですね、 ハンドリンカーっていうんですけど、えー、ハンドリンカーっていう商品なんですけどね、これをこう,こうやるとですね、もうこれでこう首からですね、下げられちゃうと。そうと、こう手を離しても、これは落ちることがない。で、えー、ここにですね、こうやってこうスマホを、このケースにですね、スマホを入れます。こう、入ったスマホ入ったっていうことになるんですけど、この、これ、 入れちゃうとですねこれでこう胸ポケットにあって、かがんでもですね、かがんで地面までの距離がこ,こ,のこの距離より短くなっちゃうと、これ、ごちんって当たるんですけど、でもですね、相当ですね、あの思わず落ちても、なんとか大丈夫だったっていうケースがすごく多くてですね、それ以来、このストラップとスマホ、えー、このストラップがくっつくケースっていうのはですね、私にとって必須のアイテムに。 なっているわけです、すその説明したようにですね、これ、こういつでも脱着可能と、こう、こうありますよね、こう、こうあるんですけど、このボタンをちょっと押すとですね、こう外れて、これだけで運用できると。で、ここにですね、リング、リングのある物体がこう、ついていることによってですね、スマホを持つときにも、つるっとす滑らしても、下に落とさないで済むというですね、非常にですね、 えー、グッドなガジェットになってると。で、これ、つなぐときもですね、こうすぐつなげると。これをポケットに入れておけば、な、うん、ポケットに入れておいても、えー、危なくないという、そういう,う素晴らしいアイテムですね。これですね、えー、商品名ですね、ハンドリンカーという商品で、Amazon でですね、これ、どこのメーカーさんのものなのかよくわかんないんですけど、なんかよくわからない売り方になってるんですけど、 い1000円前後ぐらいですね。安いときのは980円ぐらいで高いのだと2000円ぐらいで売ってますで。国内でもですね、エレコムさんとかでも似たようなものを売ってます。なんか安いのを探して買ったらいいんじゃないかと思うわけです。ということで、えー、今日はですね、いつでも脱着可能携帯ストラップ、ハンドリンカーそして100円スマホケースというところで、えー、スマホ落下防止首掛けストラップ調査。 というところでお話をしてみました。調査報告になります。えー、物欲を捧げよう。詳細、えー、の商品調査兵団ということで、情報ソムリエ詳細がお話をいたしました、えー。こうしたですね、ガジェットの紹介も次々としていきたいと思っていますので、これからもどうかよろしくお願いします。えー、チャンネル登録、動画、いいね。 そして動画のコメント欄にです、ね、何か書いていただければそのものをですねそのガジェットをさらに調査を続けるということも可能かと思います。これからもどうかよろしくお願いいたします。失礼いたたしします情報ソムリエ調査でした